石峠は、福井県道225号鶴ヶ三浜線にある、福井県鶴ヶ市と、同県三方郡三浜町の境にまたがる峠である。石峠の標高は100メートルほどしかなく、鶴ヶ市中心部から見たときには、徐々に標高を上げて、峠に至るため、勾配がほとんど感じられないままに峠を通過する。石峠は、鶴ヶ市西部の旗森山と、農作科を超える道路であり、 この旗、森山の稜線が、鶴ヶ市と三浜町の境となっているため、関という名が与えられたという伝承がある。この道は、非常になだらかで、元国道のため広い片側1車線幅も確保、されている。そのため、現国道27号ではなく、こちらの道を使うドライバーも多い。現に、鶴ヶ市内からだとこちらの方が、時間的に短縮できる場合もある。 隣を JR オバマ線の線路が走っている。またこの峠の北側を今の国道27号の旗森山トンネルが貫いている。関峠の頂上付近に地蔵堂が建てられている。四体の地蔵が祀られており、向かって一番右が関止地蔵、三番目が波よけ地蔵という。言い伝えでは昔、沙田沖で海中噴火があり、 津波がこの峠まで押し寄せたが、この地蔵が波を避けてくれたことが、波よけ地蔵の由来だという。また、この地蔵堂は、若い津新四国88箇所の43番札所で、あり、若さから老いも越し来る関の山地蔵の恵みありとこそ、知れというご栄華が伝わる。ありがとうございます。